ヒルダン、我らヒルダン熊さんのポッドキャスト、5月の17ということで、5月ももう半分以上過ぎたんですね。早いですね。あっという間に2023年が終わるんでしょうね。いやでも暖かくなってきました。一番過ごしやすい季節じゃないですか。なんかね、もう半袖にしていいもんか長袖のままがいいもんかわかんないようなそんな季節です。なんかね、時間帯では寒いよね。まだね、昼間あっちいなと思う。まあ日によっても違うけど、そんな日ですからね。体調管理は皆さん十分気をつけてまだ鼻声が治らないですね。さすがにこれ毎日やってるからね、まあそんな1日ぐらいじゃ変わらないのかもしんないな劇的にこういうのだんだん治ってくもんだよね多分ね。さあ、今日はこちらでございます。時事.comニュース、こちらからの、プレスリリースになります。 JKK 東京ですね。 JKK 東京と国立大学法人群馬大学は、高齢化が進む郊外型の団地における将来を見据えた移動支援サービスの検証を目的とした共同研究契約を締結し、令和4年9月に町田基礎住宅地域において自動運転車両を活用した実証実験を実施しました。自動運転車両ですよ。僕らが小学校の頃はもう車は空を飛んでなんかパイプの中を走っててっていうのイメージありましたけどね、空飛ぶ車もなんか今実現できそうな感じですけど、自動運転か。なんか僕もいろんなとこで見ますよ、ちっちゃなバスとかでね。でもどうなんかね、なんか運転する楽しみもあるからな。ちょっと見てまいりましょう。まあ、今回の、実証実験の背景と概要ですけど、郊外の JKK 住宅では入居開始から40年以上が経過し、同時期に入居した世代が一斉に高齢化しています。特に大規模な団地では各棟から団地内の商業施設やバス停留所までの距離が遠く、移動が難しい高齢者の外出を控えさせる要因となっているなど、距離のバリアともいえる状態を生み出しており、団地内における外出機会の喪失が課題となっています。JKK 発の試みとなるこの実証実験では、高齢の方などの移動を自動運転車両によりサポートするともに、買い物で購入した日用品などの配送や外出のきっかけとなるイベントの開催などにより外出の支援を行い、郊外型団地における距離のバリア解消に向けた課題の洗い出しと検証を行ったということです。だから単なる自動運転のこれは検証実験ではなくて、まあ、その郊外型の団地、こちらから高齢者の方を外に出かけさせる、そのためにはどうしたらいいかというところの中の中心に自動運転車両があるという、そういう考えですね。これはだから、町田はね、大規模住宅多いですからね。山崎とかね、藤野台とかありますし、相模原もね、総武台団地とか、本当に大規模住宅、40年以上前に作られた、そういったところは多いですから、これはどこでも今から起きる問題ではないかなと思います。去年の9月22日から10月の5日まで14日間行われました。運行件数は111件、乗車人数は206名となりました。これね、自動運転レベル2となってます。これどういうことかと言いますと、国土交通省の資料ですけど、自動運転1っていうのは、これは今ね、いろんな車についてますね。自動ブレーキとか ACC、LKAS、これはね、僕ね、車全部ついてるね。一回車ぶつけちゃってさ、もうなんかもう家族から信頼感がなくなっちゃってさ、これ全部つけられてる。ピー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 なる。何か旅になる。レベル2というと、ここですね。特定条件下での自動運転機能。車線を維持しながら前の車について走る。と、特定条件下での自動運転機能高機能化。高速道路の自動運転モード機能。遅い車がいれば自動で追い越す。交通道路の高速道路の分合流を自動で行うというところですね。だから条件下ですから、今回団地内というところですから、ここでしょうね。
高速道路の自動運転モードとかいいよね。でもここはねドライバーが乗ってなきゃダメだってことなんですね。だから今回の、町田基礎住宅でもドライバーが乗ってる、運転者が乗っている状態ということです。でレベル3レベル4レベル5とこういう状態と、で最終的には完全自動運転、2025年に高速道路でレベル4、2年後、なんかな、最近の技術の進歩を見るといけそうな感じもするんだけどね。限定地域での無人自動運転移動サービス、これ2020年ですか、もうこれ実行されてますってことですよね。世の中進んでるね、ほんとね、早い早いで今回のこの、JKK の、町田基礎住宅での実証実験、詳しく見ていきますと、実験概要というところです。で乗車希望の方はどこからでも乗れますよということです。この車ですね、なんか普通の車だよね。自動運転車両の概要としては、システムがアクセル、ハンドル、ブレーキなどの自動操作を行う自動運転、先ほどレベル2ですね、2台の車両トヨタアルファードを運行していると。で車両にはドライバーが乗車し、必要に応じて手動運転を実施するということで、ある意味ハイブリッド運転ということですね。町田基礎住宅の中に22箇所、乗降場所、バス停みたいなところですねがあって、利用者の希望する日時、乗降場所間を走行するということです。乗車料金は無料、走行ルートこれ見ると結構だね結構だねこれね、商店街、ご生活サービス拠点予定地っていうところ、ここにどう行くかっていうことですね、皆さんがね。だから一番遠いのは6とか17とか、結構遠いですよこれ。ここから1に行くためにはどうするか、だから時間を伝えて、で、1まで行かせてくださいっていう電話をするということでしょうね。だからやっぱり、ね、こう入り組んでるってこともないのか、今回は実証実験っていう意味合いもあるから、できるだけいろんなシチュエーションに対応できるようにいろんな場所をこう回ってると思うんだよねこれね。これでもスピードはそんな出せないよね、どう考えてもね。こういう感じで行われました。運行件数は111件で、乗車人数は206、14日間で行われましたということです。で今回はこの他にも、例えばこの商店街とかでは、イベントも行われていたので、そのイベントに参加するっていうのも一つの目的ですから、とりあえず高齢者の方を出かけようという、外に変な言い方、外に出させようっていうのも変な言い方だけど、それが一番の目的ですから、この自動運転によって買い物とかのサポートとかできるようにしたいっていうのと、イベントをね、多分これね商店街なんだろうね、そこで行うから来てくださいよっていうことを行う中での自動運転車両を使いましょうっていうところですから、その辺のところだね。そして結果的にどうだったのかっていうのはこちらですね、結果概略というところに載ってます。まず1、走行の安全性の確保です。一般行動を含む非閉鎖空間における自動運転技術はまだ発展途上の段階にあり、完全無人による走行が可能となるにはさらに技術的な革新が必要。それはレベル2ですからね、ここからレベル4レベル5に上がるためにはまだまだということですな。で昭和40年代に建設された郊外型の団地は道路の、幅段差などが自動運転車両の運行に適さない設計となっているため、運行に適したインフラへの改修が必要である。そうだよね、もともとこれ用に作ってないだろうし、車でも怪しいとこあるしねたまに普通にね、普通車でもね。でもそれのためにインフラというか道を全部、どころによってはこの木を切ったりとか建物をちょっと後ろにセットバックしたりとか、ちょっとそれは無理だよな、
だからこれから作る団地に関してはそれを見越して、道路をとかを設計するということになるんだろうけどね。これはちょっと難しいしね。でも普通の一般の道路でもそういうことってあるから、だからやっぱしそのこれその最初の課題になるかもしれないけど、やっぱり車ができても道がないっていう状態なんだ。だから高速道路はね広いから段差もないしね、だからできますよっていうところなんだろうけどね。千枚道とかあるもんな、相模原でも相模台のあそことかさ、なんだろう、迷路みたいなとこいっぱいあるからね、相原とかねとかさ、これはちょっとそうだね。移動に困難を抱える高齢者などが自動運転車両を利用することを想定した安全な運行体制の構築が必要。これはやっぱりさ、高齢者の人もやっぱ買い物とかに行くわけですから、その買い物の荷物を持ったりとかとか、こっから乗ってどうすればいいのかっていうのをやっぱり調べたり、不安になるとこがあるから、やっぱこうなるとドライバーが一人結局乗っとかなきゃいけないってことだよね。できればこの乗ってる車の中でね、イベントの紹介をしたりとか、そういうことしていかないと、まあね、高齢者の方っていうのはそういう情報を得るっていうパターンも少ないですから、結局だから誰かがその車の中乗っとかなきゃダメだっていうことですよね、これはね。もう完全に誰もいない車が運転するよって走ってるよっていう状態にはなれないってことだね。事業性の確保、利用者の希望する運賃水準では、事業性の確保は難しいため、運行にかかるコストの低減や生活支援サービスとの連携などの対策が必要。これいくらならみんな乗る？100円かな、安い。でも愛川町の循環バスが100円って考えるとさ、100円かな、なんて言ってもだって同じ団地内だからね。今だからこれその人によると思うんだよね、高齢者の。しっかりまだ歩けるよって人でも、本当にこれがないとダメだよって人ではちょっと値段は変えてほしいなと思うけど、そうなるとね、やっぱりこれ自動運転車両が高いからね、そんなに中古車なわけないからね、どういうできないのかな、従来の車にこう取り付けるってできないのかな、やっぱりまんま新しくしなきゃいけないんだろうね。ここはちょっと難しいと思うな。まあだからコストの低減点もそうですけど、他のサービスとの連携っていうところ大事だし、このもう一つ下のやつ、地域交通全体の在り方に関する行政の関与、規制交通機関の役割分担など、地域交通の全体の在り方について自治体の関与を含めた議論が必要ということです。ここでだからそういった、お金の面ですね、それもなんか自治体と協力してできればいいと思いますね。でもまあこのね、移動できない、外に出かけられないっていうことで、まあ、団地のコミュニティもそうだし、まあ、本当に生活のね、問題も出てくるから、今後こういったことっていうのはやっぱり必要でしょうね。下手したら団地ではなくて一つの一個の自治会とか地域とか地区とか、そういう広い面でもやっぱこういうのは使われると思います。となると一般公道を走ることになるから、やっぱまだまだ問題解決は必要なところがあるということですし、まあ、利用する側もね、今自動運転大丈夫っていう段階だから、あってもね、高齢者の方がよく使ってくれるかどうかってとこだもんね。もうちょっと安全性っていうのが担保されなければ結構難しいところもあるんじゃないかなと思います。でもこういったところで JKK 東京町田市の大規模団地が実証実験で使われるっていうのは、これ嬉しいことですよね。なので今後ともね、この自動運転、特にねこの団地内地域内での自動運転に関しては、町田もねどんどん支援をしていって、ここからねいろんな技術がスタートしていくっていうのがちょっと期待できるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今日のくまさんのポッドキャスト5月17日分でございました。我らヒルダウ。